古宮克人です。今日も皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。で今日の質問は、2019年世代ですね。2019年世代の狭間選手について教えてほしいですというふうな質問をいただきましたので、答えていきたいと思います。で狭間選手っていうのは、最近では、まあ、智弁和歌山の選手っていうのは、ほとんど中学校は公式の選手が多いんですけども、そんな中で狭間選手が、まあ、地元の、東中学校っていうところの、軟式野球出身の選手で、もう軟式野球界ではもう狭間の球は誰も打てないよ、みたいな。それぐらいすごい左ピッチャーだったんですね。で、当然、入学して時も、投手としてやってたんですけども、その聞いてた割になかなかピッチャーとしては、やっぱり軟式出身の部分もあって、イメージ通り、うまく伸びていかないっていう風な状況が続いてまして、で、一番ネックだったのが、膝を痛めてたんですよね。で、入学した当初から、膝痛を持ってて、足にもこんなごっついもうサポーターみたいなのもやりながらもう動いてるのも痛々しい状況で、なんとか休んだり、リハビリをしながら、トレーニングしながら、本人も相当我慢しながら、やってたと思います。でも、練習がハードになってきたら、だんだん膝が痛くなってきて、また休まないといけない。で、治ってきたら、ちょっとずつやっていくけど、また膝が痛いので、ちょっと、練習が思ったようにできないっていうような苦しい日々を過ごしてたんですね。で、まあ、そんな中でも、まあ、ちょっと、いろいろ精神的なこともそうだし、練習に出にくい時期が1年生の夏の大会前に、来てしまって、もちろんチームは練習やってて、夏の大会も戦ってるんですけども、狭間選手自体はグラウンドに来れないというふうな、精神的にも肉体的にももうしんどくて、ちょっと、まあまあ、待望するかもしれないっていう方向まで思考がいってたと思うんですね。で、実際チームはそんな中でも勝ち上がっていって、その夏ももちろん甲子園に出場するわけなんですね。で、これが2017年の夏なので、キャプテンで言うと大星選手とか、4番バッター倉野選手たちの世代が、なんとか、決勝勝って甲子園に行くわけなんですよね。で、狭間選手は当時1年生なので、まあまあ、私当時部長だったので、なんとかつなぎ止めようというところで、励ましながら、まだ部員としての一員の仕事もしっかりやってもらいながら、甲子園にはなんとか来てもらおうというところで高島先生と話し合いをしながら狭間選手の、心のケアとか対応をしっかりしていたわけなんですね。で、グラウンドには来ないんですけども和歌山大会っていうのは、選手たち各チームから補助員という形で選手が、大会の運営を手伝うというのようなシステムを組んでまして、その補助員の仕事は一生懸命やってくれるんですよね、狭間選手で。補助員はこんなに一生懸命やるんだったら、もう全然心が折れてるわけじゃなくて、ただ何かしらの理由でグラウンドに来れないと、そういうふうな理由があるんだというところで、一つ狭間選手が、それなぜなのか、それを超えていけるためにはどうすればいいのかっていう、関わりが必要だったわけなんですよ。で、その来にくい理由っていうのはもうずっとあるんですね。ずっとある。もうこれがなくならないことはないんですよ。もう実際何か出来事が起こった上でその感情を抱いてしまったので。あとは本人が後で後悔しないためにそれをそのままその一時の感情でもうやめてしまうのか。それを乗り越えて、自分がもう一回前を向いてやっていこうかっていうのを、本人が思うっていうのと、ある種今の時代っていうのは、まあ、学校のカウンセラーとかいろいろありながら悩みを聞いて、ふんふんふんっていうような関わり方が良しとされてるんですけども、やっぱり周りの大人たちが、それじゃあかん、これでいかなあかんっていうような希望が見えるような支え方、ある種無理やりでも連れていくっていうのをしっかり、出し引きしながら子供たちの、思春期の子たちのケアをしていくっていうのが必要だったんですね。まさにそれが高島先生の一言で、それが実現していくわけなんですよ。で、それがどんな一言かというと、まあ、当然甲子園出場したので、高島先生も狭間選手に一言言うわけですね。で、言ったのが、まあ、当然智弁和歌山選手はみんな宿舎に入るんですね。
100人ぐらいの名門校だと人数を絞ってその甲子園メンバーだけが宿舎に入って手伝いの数名が帯同するっていう形なんですけども、智弁はもう1年生から3年生まで全員が宿舎入りをするというところで、高島先生が狭間の部屋も取ってるからなって出てこいよっていう風な言葉をかけたわけなんですよ。で、まあ、それまでの流れを見てると、まあ、いろいろ声かけするんですけども、これはちょっともしかしたらしんどいかもしれないと。で、その甲子園の出発の日の朝、果たして狭間選手が来るのかどうかっていうところで、まあまあ、見守ってはいたんですけども、なんと本人がむちゃくちゃ勇気出して来たんですよ。で、その逆の立場、皆さんなってみたらわかると思うんですけども、もうずっと練習来てなくて、当然一番しんどい練習も来てなくて、で、上級生とか受け入れる感じはあるんですけども、やっぱりずっと休んでた身からしたら、この甲子園の美味しいところだけ、宿舎に行っていいものなのか、果たしてもう一回みんな自分を受け入れてくれるのであろうか、で、そもそも自分が行きにくい、行きたくない理由もあって、もうありとあらゆることを乗り越えていかないといけない状況なのはわかると思うんですよ、視聴者の皆さんも。でもそれをなんとか自分の心を決めて、勇気振り絞って、その甲子園宿舎に入る出発の日の朝に、グラウンドに久しぶりに来た時に、もう本当に、うわ、よう乗り越えたと思いながら、まあ、当然元気ないですよ。うつむき加減でこう入ってきて。でも、その一歩一歩確実に自分の足で、前へ前へ進んでくる姿を見て、そこから、やっぱ狭間選手がもう一回立ち上がってくるわけなんですよね。で、引き続き膝も痛いと、そういう状況も続いていくんですけども、なんとか、持ち前の、フィジカルの強さ、もちろん今まで、中学校の時スター選手だったので、体の強さ、当然膝が治ってきたら脚力もありましたし、パンチ力もある。ということで、ピッチャーはちょっと、諦めたんですけども、野手として、外野手として、これから花を咲かせていこうと、しっかり努力が始まるんですね。で、膝の状態も、おそらく口にはしなかったんですけども、まあまあずっと痛かったと思うんですよ。でもそんな中で、まあまあマシにはなってきたので、必死に努力を続けていって、3年生の選抜では、ちゃんとレギュラーとして、活躍して。で、最後の夏に関しては、まあ、レギュラー争いの中で、揉まれてしまう形で、完璧なレギュラーという形にはなれなかったんですけども、試合へ出たり、出なかったようなところで、必死に食らいついていって、で、最後までしっかり高校野球をやりきるということですね。で、狭間選手が試合に出てどうのこうのとか、そういうところを見られてた方は、狭間選手のその野球としてのプレーがどうのこうののところの、見方しかできないと思うんですけども、こと中でずっと部長として、狭間選手を見守ってきた身からしたら、やっぱり最初、入学当初、やっぱりかなり苦しんだ状況を考えると、よく3年間、智弁和歌山までやり抜いたなと。本当にすごい選手だなと。いうところで、狭間選手のことを今でも、まあ、いわば教え子でありながら尊敬する部分でもあります。で、なんならね、狭間選手、まあ、1年生の時はかなり苦しい思いしたんですけども、2年生とか3年生の時は、まあ、同級生の佐藤選手と一緒に、ムードメーカー的な役割で本当に、まあ、いい意味でチームを明るくする存在にもなってたりして、本当に3年間よく頑張ったんですね。で、高校卒業した後は、今、福井工大ですよね。福井工大の方で、もちろん野球も一生懸命頑張りながら、日々、また引き続き戦っているわけなんですね。なので、そういう苦しいところからしっかり這い上がって、今、大好きな野球をやってる狭間選手を皆さんも引き続き応援してもらえればなと思います。どうもありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。またいいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。